第14試合スーパーファイトフェザー級ワンマッチを行います。青コーナー168センチ57.2キログラム、スペインチームジーザスキャベロ、アレクティリーバー。この敵の首を取れば未来は開ける、アレックス・リーバス17歳。赤コーナー170センチ57.4キログラム、日本湘南格闘クラブ K1 ワールドグランプリフェザー級王者、村越勇太。思い描く強さはあのトーナメントではなく京都、村越勇太24歳。ジャッジ山根雅美、岡田敦子、西村博。第2代 K1 ワールドグランプリフェザー級チャンピオン、 57.5 キロリミット頂点の男が画面左側、赤いグローブ湘南格闘クラブ村越勇太です。対してスペイン出身、村越とは対戦があるジョージ・バレラと同門、アレックス・リーバス。さあ放送席は久松郁美さん、関根勤さん、正人さん、中村拓海さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。します。関根さん、村越があのトーナメントは勝ちこそしたものの、はい、勝ち方が納得いかなかった、ということなんですよね。はい、それで今日はその強さを証明してくれる、ということです。その村越、トーナメントでダウンを奪われたんですが、奪ったジョージ・バレラがこのリーバスの兄貴分だという、同門だということですよね。そうですか。村越は右手を前にサウスポースタイル、拳の位置をいろいろ変えてフェイント気味に線を引くような戦いを見せてきます。結構このリーバス選手ね、パンチでガンガン前に出てくるタイプですね。今も空を切る音聞こえてくるようでした。中村さん、はい、その土台としてはもともとサッカー歴もあるんですけれども、12歳でジムに入門なんていう土台があるんですね。パンチの打ち方とか村越選手も言ってたんですけどね、ジョージ・バレラに出るところもあるなっていう、はい、おお、ワン・ツーでダウン、右左、スピード、スピードアップしたね、今の。これが濃い、3発くらい打ちました。パンチの回転が速いですね。ハンドスピード速いですね、回転速い。これはケアしていたはずだったんですけれども、食らってしまいましたね。ちょっとこの出入りと回転の速さに村越選手、この出入りちょっとやりにくいと思いますね。ちょっとこれ思った以上でしょうか。あんまり村越選手こうでどっしり結構構えてプレッシャーかけていくタイプなんで、はい、左ミドル、そしてやっぱり三日月蹴りですよね、はい、あれでちょっと足をちょっとしっかりプレッシャーかけて削っていきたいですね、村越選手としては、はい、そうですね。ちょっとあの蹴りの選手なんで、なかなかこう今この距離だとちょっと遠いんですよね、村越からすると、はい、でステップを使われるから余計、村越は別に足があるわけじゃないんで、はい、捕まえにくいんですよね。ちょっと噛み合わせっていう点気になりますね。逆に言うとこのアレックス・リーバスからしたらやりやすいタイプですよね、はい、その距離が近くなってきたのは一瞬でしたが、連打で捉えています。フックでダウンを奪いました。右左、村越は蹴りのモーション、村越はプレッシャーかけて自分の蹴りの当たる距離にしてますけどね。でも動くんで、左ミドルにもリーバス、狙いは定めさせません。早いな、蹴られた後も一気にリーバス距離詰めてまとめてきますからね。そうですね、これ17歳ってことは日本でいうと高校生ですもんね。そういうことですね。ちょっと中村さん、そのスペイン国内ではなかなかこう試合ができなかったり、そうですね、まあ、年齢的にできないっていうことだと思うんですけど、はい、あとやっぱあれですね、こうね、この新しい K1 スタートして軽量級の選手よく外国人呼ぶようになったじゃないですか、はい、スペインの軽量級の選手強いですね、基本的に。そうですね、うん、トラと呼ばれた男もいましたが、ね、あのハビエル・エルナンデスしかり、この60キロ前後というか、はい、の選手はみんな強いなという気がしますね。アレックス・リーバスのニックネームはちなみにピューマということですね。スピードと獰猛さからそうつけられたそうです。噛み砕くか、右で村越、ここで第1ラウンド終了です。村越はプレッシャーをかけて自分の距離にするか、相手に出させて自分の攻撃を当てるか、はい、どっちかに的絞った方がいいですよね。今はまだ絞れていない、今は絞れてないですよね。
右からもう関根さん右も当たっていましたね。そうですね、早いですね。三日月蹴りを受けての後の、はい、カウンターですよね。もう多少食らってもこう距離を潰してっていういい意味での図太さもありそうですね、ビーバス。いやここまでがいやビハインドとなった村越ですけれども、久松さん、はい、どんな風に考えてらっしゃるんですか。いや17歳のリーバス選手絶対もう疲れ知らずだと思うので、はい、頑張ってもらいたいです ね、 ねそういうところはもう気持ちも含めてでしょう ね、 そうですね。セコンドーセコンドー、立ったままお互いセコンドの声を聞いていました。インターバルです。さらに加熱しているフェザー級 57.5 キロリミット、その頂点の男が赤いグローブの村越優太、サウスポースタイルです。ダウンを村越から一度奪っているアレックス・リーバス、17歳です。左ミドルキック、7歳年上の村越が襲いかかっていきます。マサトさんどうしますかね、村越。村越はうわこれも怖い。パンチの打ち合いもやっぱ回転で、はい、アレックス・リーバスの方が速いんでね、不利ですよね。だこう蹴りをどう当てるか、はい、蹴りの当てられる距離にどう持っていくかっていうことがやっぱり大ポイントですよね、はい、でまたリーバスが動くということですよね。ステップを多用する相手なかなか、うわこれは左で押すようにしましたがノーダウン、これはダウンではありません。でも久松さん、ちょっともうリーバスが、はい、なんて言うんでしょうね、これ迫力狙っている感もありますよね。ペースがちょっとリーバス選手よりという、うん、やっぱりスピードについていけてないですよね、村越は。これでもやっぱあの、まあ、2ラウンドでまあもう1分半ぐらい経つんで、はい、今ぐらいもうスピードに慣れていかないとやっぱり厳しいですよね。ダウンも取られてるし。そうですね、こうなんか一つ自分の当て、おお蹴り足を捉えて攻撃はいけません。一つ自分のなんかこうポイントをそろそろ見つけないときつくなってきますね。試合は3ラウンドです。もう2ラウンドの半分を過ぎました。で村越もちょっとプレッシャー 強めに来ましたね。そうですね、タイムストップ前に出ていったところ、村越ここはクリンチ、首相撲の形になってしまったということで口頭注意1。ただいま王子のリーバス選手、相手の蹴り足を使っていたし警告が与えられました。ああ警告となっています。この後もう1回あると中村さん減点1となってしまいますね、はい、ミドルから右バックブローにもその後すぐ中村さん一発多いんですよね、リーバス。うわミドルは村越、ちょっと村越も距離が自分の距離できてきましたね、はい、ここに来て、はい、残り1分、おおこれも接近戦で村越か、足技は膝、こうパンチの回転早いんで、リーバスパンチ、うん、左ミドル、マサトさん生命線一つミドルキックありそうですね、村越。ミドルキックそうですね、まあでもやっぱり決定的なものをちょっと取らないと厳しいですよね、はい、まだダウンを取られてますからね、そうですね。ミドルも当たってきてるんですけど、そんなになんかしっかり距離取れてないですよね。アレックス・リバスが入ってくるのにちょっと、はい、あの距離詰められてる感じが、いやこうしてまた線を引きます、はい、リーバスの動き、ミドルキックは打ち合い、村越前に出る4発5発とアレックス・リーバスのパンチ、そして左側に動きます。こうコーナーから逃がさないことですよね、はい、でも前に出てきます。コーナーに詰めたら自分の距離で蹴りの当たり距離ですからね。残り10秒を切る拍子木の音、左のパンチ、リーバスミドルキックは村越、主導権はここで第2ラウンド終了です。さあ中村さんに伺いましょう、はい、このラウンド。そうですね、1ラウンドに比べるとまだ村越選手 の、 あの攻撃が、はい、入るような展開にはなってきたかなとは思うんですけど、まあ、でもまだこのリーバスのパンチの回転の、はい、だったりあのスピードっていうのは衰えてないんで、村越選手としては、まあ、最終3ラウンドでやっぱりダウン取るなりの、はい、こう明確なポイントがないとちょっと厳しい展開になってきたかなと思いますね。一番見せたい戦いというのは圧倒しての KO なわけですよね、はい、ちょっとこの相手はそうするのは難しい強敵ですね。いやー、まあ、村越の得意の ミドルキック、三日月蹴りとかこうステップを踏むんでなかなか
入れられないんですよね、はい、止まってる間だと三日月拳とかやりやすいですけど、徐々にアジャストはしてきているというミドルキック。臨戦態勢、スペインの17歳アレックス・リーバス、青いグローブ、サウスポーから左、これ肘のあたりへのパンチで拳をその数を減らそうというのか、村越です。赤いグローブ、サウスポーで右の前蹴り。さあ久松さん、はい、期待することを教えてください。3ラウンドめちゃくちゃ攻めてほしいですね。ただの攻めではという相手に見えます。リーバスパンチ、パンチでダウンを一度奪っています。キックの後にパンチ連打してきますからね、それを気をつけたいですね、はい。さあ今現在はどうなのか、前蹴りでというコンパスのように足を機能させる村越です。ちょっとパンチの打ち、右フック、耳の下のあたりか。村越さん、右フックもタイミングいいんですけど、ね、膝、これもいい。おお、でもリーバスも中村さん迎え入れて右、はい、あの膝の後の右も良、はい、かったですね。リーバスは返しを忘れません、はい、でも明らかに正人さんもこれ手数ですとかプレッシャーでは村越、そうですね、 だいぶ距離がつかめてきましたけどね、はい、よくはなっている、ね、よくはなってますね。よくはなってる。お、やっぱり回転に、やっぱりでも明確な、はい、ちょっと一つ欲しいですよね。左膝、今膝良かったですね。低い飛びを見せています。嫌がったかな。さらにミドルキックにはパンチでリーバース、もう一発ミドルキック。村越が中間距離から自分のものに足を払うようにしたリーバースですが、これはダウンには認められません。膝で、マサトさん、村越が変えてきたところって、いやプレッシャー強めましたね、前でプレッシャーを、はい、あのアレックス・リーバースがちょっと、はい、このプレッシャーにちょっと嫌がってますよね。あとスピード落ちてきましたね。そうですね、はい、あミドルにはカウンターで押し返すようにしましたが、これもダウンとは認められません。リーバス、うん、このミドルが当たるようになってきたので、はい、まあ、チャンスですね。ここからミドルを蹴ってパンチにまでつなげたいというところですかね。右もかぶせるように放っていきます。赤いグローブの日本、村越裕太、この階級 57.5 キロフェザー級のチャンピオンです。そしてチャンピオンらしい戦いを見せなければいけない。左膝、はい、膝ですね、だいぶ嫌がりましたね。ここでさらに前へダウンが欲しい、いや KO 倒したい。左膝、村越、おお、どうだ、リーバス動く、かわそうとします。それでも左のミドル、うん、右フック、左のストレートも狙い撃ちで村越、時間が足りないか、リーバスは倒れない、コーナーに押して岸田状態、まだ撃つ、まだ撃つ、村越、ここで今タイムアップ。マサトさん、そのいやーという声の真意は何でしょう。いやー、そう、ポイント取り返せたかでもちょっとね、ダウンはね取られてますからね、チャンピオンになってねばっかりの試合ですからね。そうですね、難しい戦いではあると思います。鬼門と、鬼が住んでいると言われもしますが、チャンピオン第一戦、村越裕太、第1ラウンドに右左のパンチでダウンを奪われています。3ラウンド目は盛り返したように感じました。さあ判定です。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ山根29対28、青リーバス、アレックス・リーバス、はい、ジャッジ岡田29対28、青リーバス、勝ったのはアレックス・リーバース29対28、青リーバース3者29対28の3対0、がっくりこれで押されてリーバース、顔をグローブで覆いました。チャンピオン村越裕太、明らかにこんなはずではなかったという戦い、しかし強かったアレックス・リーバース、なかなかいい選手ですね、まだ17歳ですからね、そこが最大のポイントですね。勢いがあって、そしてこれダウンをダッシュしたシーンです。勝利
中村さん村越、はい、悔しさそうですね、表現できないぐらいでしょうね。今日はねフェザー級の試合が、村越選手も含めて3試合あった中で、はい、まあ、チャンピオンとしての試合っていうのがこう求められたと思うんですけど、まあ、結果的に敗戦になってしまって、はい、うん、まあ、このフェザー級混沌としてきたなと思いますね。廣高選手がねフェザー級落としてきて、はい、あの KO 処理もありましたし、中山さんありがとうございました。まあ、兄弟子のジョージ・バレラも強かったわけですが、はい、ダウンを奪いましたが、何かそのエッセンスまた、そうですね、ん、武井、武井って言ってますね。ああ武井、はあ、ダウンを奪って会期延という埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナのリング上です。でも中村さん、はい、本当にまたこうして外国人ファイターが増えて一人もうラインナップに名はこれ連ねること確実ですね。またねあのおそらく招聘されると思うので、はいはい、楽しみにしてますこのアレックス・リーバスですね。いやしかしアレックス・リーバス勝ちました。村越雄太のここからの巻き返しはいかに。